イタリア民主社会主義者は、イタリアに存在した政党。タンジェントポリの嵐の中で1994年、イタリア社会党は崩壊し、党名をイタリア社会主義者に変更した。新たに初期長となったエンリコ・ボッセリは、タンジェントポリの元凶の一人とされたベッティのクラック氏とは距離を置いた。1996年イタリア総選挙においては、 ランベルト D2 元首相のイタリア刷新と組政党、連合、オリーブの木に加わる形で下院で7議席、上院で5議席を獲得した。1998年、イタリア民主社会党などと統合し、ベッティのクラクシの子息ボボクラクシらも加わって、イタリア民主社会主義者となった。社会党や民主社会党の時代と比べると、小選挙区制のため統制を落としていたが、 社会主義インターナショナルに加盟していた。初期長にはボッセリーが横滑りで就任した。結成後は1999年の欧州議会のイタリア選出議員選挙において約2.2%の得票で2議席を獲得した。2001年イタリア総選挙ではオリーブの木の中で緑の連盟とジラソーレ連合を組んだが約2%強の得票にとどまった。 2004年の欧州議会のイタリア選出議員選挙においては、オリーブの木に加わり、2議席を獲得した。この間、2001年に、ボボクラク氏は離党して新イタリア社会党に加わり、また、旧民主社会党のグループも2004年に離党して、イタリア民主社会党を再建した。2006年イタリア総選挙においては、イタリア旧新主義者と政党連合を、 バラを握りしめてを結成して、中道左派連合のルニオーネに参加、会員で18議席を獲得した。その後、2007年に新イタリア社会党の多くなどと合流して社会党を結成したが、この党は続く2008年イタリア総選挙においては準備不足もあり惨敗、イタリア議会の全議席を失った。その後、2009年に改めてイタリア社会党と解消した。 現在も議会に議席を有していないが、社会主義インターナショナル加盟政党である。ありがとうございます。